ミンスエは、ミャンマーの政治家、軍人、同国大統領代行、第一副大統領、2018年3月21日より、同30日まで大統領代行を務める。現在、2021年2月1日に発生した軍事クーデターによって、身柄を拘束されたウィンミンに代わり、再び大統領代行を務める。モ族出身。 1971年に、ミャンマー国軍士官学校を卒業後、ヤンゴン軍区11師団師団長、ヤンゴン軍区司令、ヤンゴン管区首相を歴任した。2012年には副大統領候補に選ばれたが、彼の義理の息子が、オーストラリア市民権を持っていたことが分かり、立候補を却下された。なお、義理の息子は、その後オーストラリア市民権を放棄し、 ミャンマー国籍を取得したらしい。2016年3月15日、ティンチョウが大統領に選出された際、ミンスエは他の一人ヘンリー・バンティオと共に副大統領に選出された。大統領が辞職、死亡した場合などに一時的に大統領代理となる。軍政機に長期独裁を担った丹州へとの関係が深いとされ、米国の経済制裁リストにも名前が載っている。 2018年3月21日から30日にかけて、緊張の辞任に伴い暫定大統領に就任。2021年2月1日に国軍が帰とした、クーデターにより、ウィンミン大統領ら政府首脳が身柄を拘束され、軍出身で第一副大統領の民エが大統領代行に就任し、1年間の非常事態宣言を発令した。ありがとうございます。